私が提案する勝負は相撲です相撲で蹴りつけましょういやだから女の子。サ <laughs> ッカー部たちが乗り気じゃないんだってそういう系は。あれ反応がイマイチですね。もはや点々すらなかったっていうね。別 <laughs> れよ。みんなドン引きだよ。なんでなにその顔 <laughs> 急にコンタクトが入らなそうな目やめろよ <laughs>。 運動部所属の男子とお前が相撲を取って勝負になるか農家のパワーを舐めてもらっちゃ困りますね。私の下半身の強さを見せつけてやりますよ。ほんとこいつ自信満々 <laughs>。<laughs> あとで中身になるぞお前。サッカー部だってただ溜まけてるわけじゃねえんだからな。お前そのうち足元救われるぞマジで。やべえ、本気の目だ。相撲はよく見ますし、自信はかなりあります。見るせんじゃん <laughs>。 何その趣味野球観戦だから草野球で無双できますみたいな <laughs>。やるのと見るとじゃ全然違うだろうが。見れば強くなるならそこらのじいさんばあさんだって横綱になっちまうよ。女子と相撲って冗談だろこんなに人目があるんだぞいやお前逆に利用しろよ <laughs> 合法的に女の子と接触する機会なんてそうそうないからな。この機会を逃したらお前一生童貞のままだぞ。サッカー部だからリア充になれるかもとかそんな薄い望みにかけるな。人目がなかったら何する気なんだよ そ,そ、そういう意味じゃねえし。気持ちある。ふたまける前にお前が誰かにたまけられろ <laughs>。さあ、早く代表者を決めてくださいよ。ビビってるんですか女子マとかいないの <laughs> そしたら一発で代理人として女の子同士のキャッキャウフフなお相撲対決が見れるんだけど、基本的に話を聞かないし、空気も読まない可能は、すでにかかとでブランドに土俵を書き始めていたりする。どうすんの相撲で あ、司会でいいじゃん <laughs> 司会 vs 港で相撲対決してくれよ。そしたらお前ビジュアル公開されるかもしれないぞ。<laughs> 目立つんだ。少ないチャンスを物にするんだ。嫌だよ俺。一方のサッカー部は互いに押し付け合うばかりで、誰も名乗り出ようとしない。そりゃそうか。勝ったら女子相手に本気かよと非難されて、負けたら負けたで、女子相手に情けないって馬鹿にされるしな。<laughs> もう港の勝ちでいいじゃん <laughs> この状況を作り出した、港の戦略に、白旗を上げるべきだと思うわ。あずま、お前、サッカー部入りたいよな。なんで突然説得し始めた <laughs> そんなんで、うん、入りたいよ、なんて言ってたら、こんな勝負始まってないだろあ、いや、全然。サッカー部代表はお前ってことでなんでやねん <laughs> もはや別に新入部員欲しいわけじゃないじゃん。<laughs> ただ、男と女の子のエロフラグが立ちそうな相撲対決みたいだけじゃねえか。押し付けられただと。下るのも何な,なので決定 !3 回戦は相撲対決 代表者は前にどうぞおい視界力がちょっと弱いことが明るみに出そうだからって強行次第に出るな。<laughs> 本気で、ちょ、おい、おすなって。なんでそんなお前を押して欲しそうなことを言う <laughs> サッカー部の連中に寄ってたかって背中を突き飛ばされて、あえなく土俵の中へ。まさか先輩が私の前に立ちはだかるとはね、わかりやすくなったってもんですよ。お前はこの状況1ミリもわかってないけどな。<laughs> どこがわかりやすくなったと言うんだ <laughs> もはや主人公としても、こんな裏切り者どもが飛び越えるサッカー部なんて入るわけないしな。チャンネル登録。 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ